ウィリアム・コンラッドはアメリカ合衆国の俳優である。1920年、ケンタッキー州ルイビルに生まれる。両親が映画館を経営していたため、コンラッド自身も映画を見ながら育った。その後一家は南カリフォルニアへ移住し、コンラッド自身も地元の大学に入学する。ロサンゼルスを拠点とするラジオ局 k m p c のアナウンサーとしてキャリアをスタート。 第二次世界大戦が起こると、アメリカ空軍に従軍して、パイロットとして活動している。除隊後再び、小ビジネスの世界に戻ってきて、本格的な活動を再開させ、ラジオからテレビまで様々なジャンルで活躍し始めた。1946年には、サスペンス映画、殺人者で映画デビュー。それ以降はコンスタントに映画出演も重ねていき、 1971年からレギュラーキャストとして出演したテレビドラマシリーズ探偵キャノンで人気を博した。同作での演技が評価され、1972年と1973年にゴールデングローブ賞、1973年と1974年にプライムタイムエビー賞のそれぞれテレビ部門の主役賞にノミネートされた。活躍の場は、 俳優としてのみならず映画監督やテレビドラマシリーズのエピソード監督など多岐にわたっており、特に1960年代は裸の街やルート66などのテレビシリーズを数エピソード監督している。ナレーターとして出演しているドラマ、映画作品もいくつかあり、最後の映画出演となった1991年公開のブルース・ウィリス主演のアクションコメディー。 ハドソンホークでもナレーションを担当した。これまで3度の結婚歴があり、2度目の結婚の妻との間に一人子供がいる。1980年に2度目の再婚をし、彼が死去する1994年まで夫婦関係が続いた。1994年、カリフォルニア州ロサンゼルスで心臓発作のため死去。73歳だった。ありがとうございます。